こんにちは。今ですね、WBA 世界ウェルター級スーパータイトルマッチで、旧王者のパッキャオ選手と、スーパー王者の、ウガス選手の、注目の一戦が、終了しました。はい。で、まだですね、この注目の一戦をご覧になってないという方がね、いらっしゃいましたら、この動画のね、視聴をお勧めしませんということは、冒頭で申し上げます。はい。で、結果がですね、3対0の判定により、ウガス選手が勝利を収めて、防衛成功というところで、ウガス選手おめでとうございます。で、スコアの方がですね、116対112が2射、で115対113が1射というところで、3対0で、ウガス選手というところです。はい。で、まあ、試合内容としましてはね、自分も見せてもらったんですけど、まあ、どっちが、どっちっていうラウンドは、正直、なかったですよね。でその1から12まで明確に10人見て10人、ウガス、パッキャオっていう、ラウンドっていうのが、なかったかなというのが、まあ、私のね、率直な感想です。はい。でまあ、試合の展開としましては、積極性のパッキャオ、的確な、ウガス選手っていう感じでしたね。まあ、手数は、パッキャオ選手が多いかなと。ただその有効打とかっていうのを見ると、まあ、ウガス選手っていう風にね、なるのかなというところですね。はい。なので、まあ、先ほどもね、申し上げましたけど、本当に明確な、このラウンドはパッキャオ、ね、このラウンドはウガスっていうラウンドが、ちょっと難しいね、ラウンドが本当に多かったので、なのでね、まあ、これもね、先週のリゴンドとカシメロ同様に、まあ、意見はね、分かれるかなというふうに思いました。はい。まあ、ただですね、ウガス選手、やっぱり想像以上に強かったですよね。で、まあ、あの、ボディと、ちょっとこう、ストレートとフックの間のようなね、この右の、パンチっていうのが、パッキャオ選手をね、捉えるところがあって、で、まあ、これがね、当たれば、パンパンパンってくるパッキャオ選手ですけど、まあ、KO なんていうのもね、あるのかなとかと思ったんですけど、やっぱりこう、6回、7回ってね、行っていく中で、ちょっと、これ判定に行くかなという展開でしたね。っていうところで、もう本当に、どっちも、ね、ポイントっていうのが、明確なのがなかったんで、ちょっと難しいね、試合になったかなというところです。はい。まあ、これでですね、パッキャオ選手は、まあ、一部ではですね、まあ、ラストマッチなんていうふうにね、まあ、言われてたりというところなんですけど、まあ、どうなるかはね、本当にまだ分からないところではあるんですけど、まあ、ここで勝利を収めたウガス選手、まあ、今後ね、どうなっていくのかっていうね、まあ、注目がね、集まるかなというところです。はい。まあ、ただいまですね、行いました、WBA、ウェルター級スーパータイトルマッチは、ウガス選手が、勝利というところでした。はい。皆さんもですね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。